おかご、クレハです。ダンジョンエンカウンターズ、続きをプレイしていきたいと思います。本日84回からスタートです。イベントは、これか。これが、60回。なので、またどっか檻を見て、行きたいと思います。で、地図問題、これが、80回。海外のどっかなので、まあだと思ってるので、この道の作りがね。なんでこれも注意してやっていきたいと思います。それぐらいかな？あ、で、そうそうそう。エバレスさんが行方不明なんですけど、行方不明、右上のね、行方不明者発見の見つかりませんってなってるのと、前回気になったのが、これね、エヴァレス。レベルね、87で一緒なんですよ。これが、おそらくだけど、これ、倒したらエヴァレスさん仲間になるみたいな、オチだったりするんじゃないかなって踏んでます。さあ、行きましょう。で、前回から引き続き、敵は、1体か2体の時にしか戦わないようにします。今レベル93なんで、100回まであると仮定した時に、あと16回しかないの、16回もあるなのか。なので、ちょっと、よし。レベル上げをこう節約しながら行きたいね。シールドマシンだって。ワイバーン下振れしたねえ。2体倒しただけで5000だもんね、経験値が。古代の鏡って何ですか？あ、持ってる。どれだ？古代の鏡。古代の鏡。あったああ、石化中にしますか？石化にしますじゃないのか。これは3体なんで逃げましょう。これも3体だね。3体多いねー。で、この吹雪が怖い。守備いくらあっても確定でゼロにされちゃうからね。ベヒンモスは倒しましょう。いっぱいおるね。なんか煙玉みたいなやつないっすか。ああ、いいか、マランダならまだ。あ、待って、待って、ウェイツ。ああ。マジで？倒すか。ちょっとね、さすがにね、あかんね。ていうかさ、ちょっと待て。アビリティ回復せんと、やばいんちゃうやんだっけ。待て。あ、だよね。一回帰るか。
レベルが上がったよ。ちょっと一回帰りましょうか。はい、回復しました。アビリティも回復しました。で、まあ、ついでに戻ってきたから、60回行っちゃおっか。数値問題の答え、やりに。60回、違うな、こっちじゃないか。ここか。ちょうど、59回で60回行けるから、しちゃいましょう。ついでに。むっちゃ敵が密集してるね。60階の、4800。真ん中の左の方。真ん中の一番左。00なんて座標あったんだね。あったっていうか通ってたんだね。気にしてなかったけど。4800。よし。オッケー。竜のひげを見つけた。何ですかそれ。ああ、前回仲間になった人だね。ああ、でもダメージランダムなんだね。なるほど。よし、じゃあ戻りましょう。で、そういえばアイテムを見てて思い出したんですが、これか。これ入手困難商品多数ありかな？なんだっけ？シャークの隠れ宿みたいな。これちょっと見に行こっか。43回。よし、43回来ました。イベントブックの、これか。6643。真ん中ら辺か。6643。あ、そっか。中スクリーニックから行くんだったっけ。6643。ここですね。シャークの隠れショップ。なんか買えるのかな？手裏剣はあるね。何も買えないね。びっくりするくらい何も買えんかった。これなんだろう？解放条件なんだろう？はい。はい、戻りましょう。はい、ということで戻ってまいりました。続きやっていきましょう。武器屋さんの、ああ、武器屋さんに品物が並ぶ条件がやっぱりわかんないね。なんとな
なく、そのアイテムを持ってる敵と戦闘して、なんか、何回か戦って勝ったら、何回か勝利してれば、もらえるの、買える、もらえるっていうか、お店に並ぶんじゃないかなという気はしているんだけれども、条件がようわからんね。おや、ジャンプじゃないといけないと。あ、向こうにもつながってる。これは逃げたい。セスパーレとラウラギを攻撃してくれれば、戦闘不能回復後。ここだね。戦闘不能回復が84階の真ん中らへん。ちょっと下はジャンプせずに、ムーブか、ムーブせずに、ちょっと行きたいと思います。ガストラー皇帝がむっちゃ強いって言ってたけど、もう、今となっては普通やな。怖い怖い。フォノンメイサ。ああ、はいはい。逃げさせてー。お願い。一旦、逃げてダメだったら戦えますか。1万も経験値もらっちゃったよ。そりゃレベルも上がるわ。何もらったの？違うな。ここら辺もらったのか。アグレッシブ。レベルが上がった。レベル100へのカウントダウンが刻一刻と迫っておる。よしよし。よし、戻ってきましたねー。来ましたねーってなんだろう。2万、素晴らしい。敵の数が多いねー。じゃあ敵の数いるね。右左行くか、とりあえず。倒さないとさ、敵を違うマス目に復活
活する的な感じだったりする、もしかして、もしかしてだけど、もしかしてだけど、でもなー、余分にレベル上げたくないんだよなー。間違えた。まあ、いっか。よくないわ。一回余分に攻撃受けちゃった。F2。 お、新しいモンスターだ。 F2 パルプンテ、アンノーン、アンノーンって言っちゃうか、アンクノーン、なんだろう、気になる。青の郷愁、高エナジーミサイル、これあれだね、機械の子が使うやつだね、専用だよね、あれ、あ、そうだよね、敵がいっぱいおるねー逃げられなかった、これはやばい、これはやばい、あーやめてー、あ、3体か、ちょっと倒すか、倒せない、倒せない。ここが倒せるかな。うぅ。ギリギリシールドマシン倒せたな。くっさく。ポイント回復を、うん、ふっさく、レベルが上がったよ、もう、もう上がりとうないもう上がりとうないぞ、もうのんびり上がりたいぞ。
謎の液体を手に入れたよ。すごーい、北岳さんが低乱数引いたね。ダメかー、倒すかー。よし。85回でございます。逃げます。もう一回逃げます。お、リヴァイアさんだ。ちょっと戦っとくか。レベルが94。リヴァイアさんが何を、あ、数値問題だ。2の、数値問題の、レベル3。ドン。あ、49。前にもたくさんあって、49273534233、で、A で終わるんだ。49と27の差は22。27と35の差は8。でもな、34と23の差が11なんだよね。検索しますか。はぁ、なるほどね。答えがわかりました。A が31で、B が、31で、C が31。あ、全部31。数字でね、今検索してたんですけど、アメかな、これのスーパーボールっていう大会の歴代の優勝チームの優勝得点の順で、あのを第1回から順番に並べてるみたいです。参照に出てくる49が、1995年に行われた第29回スーパーボールの優勝、チームの名前がチャージャーズ。あ、嘘嘘、これ負けた方だ。ごめんなさい。49ナースっていうグループが49点で優勝してるみたいですね。次が27点で優勝、35点で優勝、31で優勝。1点
で、一番最後の 1331A の A の部分は、今年2021年に開かれた大会で、バッカニアーズっていうチームが31点で優勝しているそうです。これで間違いないでしょう。31ね。結構また戻るね。あ、違う、こっちだ。いやー、でも問題作る人もね、知識あるんよね。どういう風に問題作ってるんだろうな。もともと、その、アメフトかな？アメフトが好きで見てて、クイズに使えそうだなってなったのかどうかは知らないけど。ああ、下振れしたね。うっは。すごいなぁ。思いつくのすごいよね。よいしょ。5体は逃げたい。でも簡単に逃がしてくれるかな。フォノンメーザー結構痛いよね。よしよし。よいしょ。逃げろ、逃げろ。ぐは。ぐは。3万。2万。あ、ま、マランダならまだ、まだ、いやでもよくないな。逃げろ、よしよし。あ、久しぶりに落とし穴だ。踏破できないじゃないですか。東0、南99。すごい、端っこまで来た。よいしょ。デッドゲートだらけ。スネークヘッド。ああ、痛い。守備が剥がされたよ。守備が剥がされたよ。あっしょっしょ。68,500。これ、全部踏破したら、いくつになるんだろうね、床の数。48,000。29,000。
五対四。うわ、珍しくセスパーレさんのダメだな。戦うか。セスパーレさんの守備が全部剥がされてしまった。こいつマランダム。49,000はいくか。むっちゃ経験値入っちゃったし。あー、レベルが95になっちゃった。難しいね。煙玉があれば、確定で逃げれるんだけど。あんのかなぁ、そもそも。いわくつきのぴょって出た感じ。バイヤさんは倒すか。お、なんかある。F3。な？あれ？ F3？ あれ？ちょっと待って。F2 で、さっき、パノプティコアを見つけました。で、今回 F3 でも、パノプティコア。何ですか？飛行タイプ、地面タイプ。なんかポケモンみたい。飛行タイプ、地面タイプで分かれるんですね。同じ名前でも。しまっ、あ、いっか。6212、52,000だから倒せるか。うわマジかー。まず回復しますか。あー、もう一回やってくんのか。アビリティで戦闘負の回復して。でも、セスパーレさんにはミスったから。
65、74、ラウラギの方が早いと踏んで、こうしましょう。あ、メナサルさんでいけるからいいか、どっちにしても。ベヒンモス精神攻撃怖いなぁ。舐めてかかったら痛い目にあったわ。よし。あ、これも東99なんだ。ってことは、東から西に大移動してたってことなんだ。へぇで、ここの落とし穴は一回戻ってきましょう。しっけい。86回でございます。次の作戦は、敵を避けて進む。果たして、効率的にいけるのだろう。こういう小道におられると困りますね。なんかありそうな道。なんだろう。え、F4 も、パノプ、ティコア。これもあれかな、なんだっけ、バルトロさんじゃなくて。あ、そうそう、エヴァレスさんと一緒。え、ってことは、ラストも、もう、ラスト1も、パノプ、ティコアなのかな。ナイトムーブじゃないとダメかな。あ、くそー。ちょっと一旦飛行じゃないか。なんで敵に囲まれなあかへんの？あー、へへ。あ、また防がれてる。なんてやつら。なんてやつらだし、進めないじゃないか。どの踏破の仕方が効率いいんだろう。あいつら、仲良しさんやな。もう、ムーブしちゃおうか。しびれを切らした。道は開かれた。
あっちにこっちに道が分かれてる。あー。あー。戦闘しなくていいというのは楽だけれども。こう、戦闘しないが、あ、でもちょっと待って。あれがあるじゃん。ちょっと待って、一回。一回。踏破できてないとこまで戻ろう。これだ、これ、これ、これ。敵シャッフル。おー。いいんだけど。いいんだけど。あれは何ざましょ。くそ。危ない危ない危ない。踏破できてないところに出てくる仕様ですか？ムーブ必須か。ムーブ必須か。戦おうか。まあ2体だからいっか。ああ、レベルが、どんどん上がっていく。あ、アビリティ回復ある。やったぜ。つまり、ムーブ。あ、ムーブ。あ、やばい、ムーブ足りるかな。え、なにこれ、なにこれ、なにこれ。は、なに ?82 番。移動アビリティ、テレポーテーション。テレポーテーション？何それ？任意のアドレスへジャンプします。はぁ、アビリティ変更書で設定し、マップ上で Y を押して始動します。アビリティ変更上、アビリティ回数回復。ちょっと待って、例えば、うん。声がガラガラになってきたよ。あと一個だ。例えばだよ。テレポーテーション。どういうこと？テレポーテーション。ああ、こういうことか。例えば、ここにワープしたいときに、860426ね。860426ってやると、ああ、なるほど。はあ、なるほど。マジか。ああ、なるほど。え、っていうことはさ、テレポーテーション使えないと出てこない、いけない床があるんちゃう？おー、マジか、そんな。いや、何かしら、それに近いものはあるっていう予想はしていたけれども。
ちなみに、ちょっと待って、あんま見てなかったけどさ、テレポーテーション。ジャンプ先に床がない場合は失敗となり、パーティーメンバー全員がバラバラに飛ばされます。恐ろしい。もろ刃の剣ですな。ここはナイトムーブか。こいつは倒せないからこっちか。下ぶれしたなアビリティ回数回復がむっちゃいっぱいあるんだけど、なんでだろう。やっぱそれだけアビリティを今から使うってことなのかな。ここにもあるね。ここにもあるね。アクアプレスって全体技じゃないんですね。あと踏破できてない4マス。1、2。とりあえず、シャッフルしてここやって、あと2マスってどこやっけ。1マス、あ、いいのか。で、2マスか。 OK、 86回踏破です。まあいい時間なんで今回はここで終了にしたいと思います。あ、見てみたら一番上の一番東側にいるね。80回台は端から端へ移動するマップなのかもしれないね。はい。じゃあ、また次回もお楽しみに。バイバーイ。